石座神社は、京都府京都市左京区岩倉阿ぐ町にある神社。旧社家具は孫社。十二所、明神、八所明神創建については明らかでないが、日本三大実録に元行四年十月十三日、岸、山城国政六位、上石座上、十十五石下とあり、元行四年時点ですでに、岩倉の地に鎮座していたとされ、この地の名称の由来となった。 なお、当時の鎮座地は、現在の岩倉西河原町にある、石座神社のご旅所である、山積神社の地である。山積神社は社殿を持たず、ご神体の岩倉を崇める、ご神道の形が今に残っている。天禄2年に行われた、大雲寺の造営に伴い、石座明神がその鎮守神として、現在地である大雲寺の当時の境内に誕生される。 長徳3年4月18日に神殿が新築され、石座明神と共に、白木、八和田、三王、春すが、住吉、松尾、鴨野七明神が誕生、合死され、八所明神と称した。それに伴い旧来の石座明神社は、八所明神社のお旅所となった。後に、西社が建造されると、東社の八所明神に加え、伊勢、平野、木船、 稲荷の四名人が祀られ、十二諸名人と称した。天文十五年、細川国慶と当時の岩倉領主、山本名則が大雲寺近辺で交戦し、大雲寺も陛下を被った。その際、陳十者であった八所、十二諸名人の社殿及び古文書を消失した。その後、天文二十二年に両者が再興され、天正二年に両者の社殿も再建された。 この社殿は、明和3年にも、改造築され、この時作り替えられた社殿が現存している。明治以降、旧来のお旅所が、山積神社、八所明神社、十二所明神社が、石座神社と改称された。1877年、現在の岩倉村松町にあたる、正見山の一言神社が、石座神社境内に合祀され、 1878年には、石座神社裏の万年、丘にあった、伏前者が、石座神社境内に合止された。石座明神。今、霊石あり。松の柱を立てて、これを覆い、水垣を持って、これを囲む。目深川の末、西方の山麓にあり。今は、農者の間に透けまれり。俗、呼び手、旅書となし、御腰を再霊して、 ここに安く。これは八所十二所の両者、寺内に勘定して、石座明人章度のなるがゆえ、全然に、写真破壊し、霊石顕著なるものか。ここにより、村里の人民、誤りて九月十四日の震災の旅所と呼びて、山上の両者を修繕し、当社を営むに、おろそかなるものか。マイナス圏小燥図書、通る。 大分自動車旧石山陽10月23日の秋、祭りはその前夜に行われる松松の神事から始まる。松松は私有のおろちをかたどり、平年には12カ所、旧暦のウルード市には13カ所に松明を結ぶ。松松の長さは約13メートル、周囲が約2メートルであるが、昔はさらに大きかったという。松松の神事は岩倉火祭りとして、 登録無形文化財に指定されている。二期の松明の制作は、中財寺町と中財寺町の二町が当たる。祭礼当日は、各町ごとの東屋宅から小松明、祖谷宅らをもって石座神社に集まり、県仙、神事の後、境内の狩屋前に置かれた大松明が転開される。祭りの始め、神輿は神楽殿に移され、そこから神が祭りをご覧になる。 神前の灯火をいただき、松明の左から右へ火を展示、夜明けに燃え尽きた頃、御しは村松町へ向かい、一巡して神社に帰る。午後には、子供御しと大人御しが駐在地、西河原の駐在地、醸造、火在地の各町を巡り、午後4時半頃には、子供御しが、午後5時頃には、大人神輿御しがご旅所の山積神社へと向かう。 昔、岩倉に二匹のオロチが現れて、人々や田畑に危害を加えた。人々は大いに苦しみ、オロチの退去を願って様々な手法を用いても効果がない。神に祈っても無駄で、途方に暮れていた。石座大明人に訴えたある夜、夢枕に置いた荷が立ち、進化を持ちて迎えと教授したという。夢が覚めて、神前の灯火を映して大蛇に対すると、オロチは、 後ずさりしつつ、ついにいずれかへ逃げ去ったという。現在、死ゆのオロチをかたどった松明を燃やす真事は、大蛇大事の模式であるという。ありがとうございます。